はい、アリサです。はい、ユナです。はい、マイカです。今回はカードでおならゲーム、ガスアウトゲームというやつをしていきます。でもこれがね、なんかおならだね。緑やん。ちょっと下品。あ、煙なんじゃない、おならの。出らんと思うけど、ほら、緑。で、これ見てみて、対象年齢5歳以上って。なんで書いてある？結構ね、使えるね。マイカ子供から前は大丈夫、10歳です。4歳かな。ユナちゃんは違います。ユナはもう35歳とかもう年だね。ルールは、出したカードの数だけガスター、あ、これだね、ガスターを押すんだって。なんかこんな感じね、これ入れない。うわー、びっくりした。ユナちゃんがおならした。いや違うよ。押せば押すほど大変なことに愉快なハラハラサウンド。押しても鳴らないとセーフ。え？だけどなんか、鳴らないとあると？うん。あ、ね、鳴ったら、鳴ったら、罰ゲーム。罰ゲームだ。あ、罰ゲームよ、ちょっと。あ、そうね。うん。で、グーと鳴ったらアウト。やだ、ちょこちょやだ。ちょこちょやだ。セット内容、ガスターザクラウド。ガス、で、次、ガスアウトカード56枚。で、取り扱い説明書。めっちゃちっちゃい声でさ。はい、ということで開けていきます。いきます。あー、そう、 うわー、ティアラチャンネル、はい、出します。わー、すごい、なんか大きいね。なんかガスアウトの始め方。はい、ガスアウトカードはよく切ってプレイヤーに3枚ずつ配ります。プレイヤーはカードを出した後、引き札からカードを引いて常に3枚持つようにしてください。残りのガスアウトカードは伏せて置いて引き札にします。プレイヤーが出したカードは捨て札の山にまとめてください。あ、捨て札と引き札と手持ち3枚ずつで、スキップカードとかリバースカードがあるということで、いろんなカードがあるということ。数字とリバースとバスとはバスが好き。うん。で、ガスターがブーと鳴ったらそのプレイヤーはアウト。ガスターを押すとハラハラサウンドが鳴ります。でもおならの音じゃないからセーフだそうです。で、数字のカードが出たら同じ数だけガスターを押します。で、鳴ったらアウト。で、最後まで鳴らさなかったプレイヤーが勝利ということです。なんか罰ゲームするよ、うん、じゃあ鳴った人は罰ゲームしてから終わり。罰ゲームどうする？ブリッコ。じゃ あやだ、ブリッコ。一番最後に待ってた人はカメラに向かってブリッコでエンディングを締めてください。絶対勝った、絶対勝った。おはや、うん、終わりにいた。はい、よし、うん、ここ置いとくよ。あ、3枚じゃあね、うん、1、2、あ、これ見ていい？まだダメ。3、アリサは引き札。それでは順番決めます。最初はグー、じゃんけんぽい。やった。じゃあ勝った人が、勝った人が最初、最後やね。最初はグー、最初じゃない、最初か、最初か、最後こうやね、こうやね。よし、はい、じゃあマイカちゃんどうぞ。え、これ出すの？よーい、スタート。あ、押してみせなきゃ。お、バツ、バツスキップだ。やった。はアリサちゃん、え、これじゃあ、うん、いきます。ゴー、待ってよ、最初から。あ、これめっちゃしんどい。4、5、あー、これ3が鳴るか、鳴るか。いや、わからんよ。6が次、マイカちゃん、スキップお願いします。リバース。ね、すごくない？またじゃないか。今。よし。リバースだ。戻ってきたんやけど。行くよ。じゃん。3。3回押します。押し。え、これです。わー。心臓が。
がめっちゃドクドクする。自由だね。大丈夫かな。いくよ、せーの、バーン。え、出ちゃった。思ってつけなかった。いくよ、じゃん、バーン。大丈夫大丈夫、マイカじゃない、大丈夫。出たらさ、もう。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。怖い。いくよ。せーの。なに？イエーイ！イエーイ！イエーイ！時間置いたら低くなるかもしれない。え、次な、あゆちゃんどっとしなくない？え、もうリバース次出てほしい。お願いします、神様、お願いします。いくよ、せーの、おい、なになになに、やばい、やばい、やばい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。待って、これで出てなかったらさ、まいまいがさ、5とか出たらもう終わってない。あー、あゆかちゃん、エンディングでぶりっこ。あー、アリサ、アウトアウト、罰ゲームエンディングで、最後にぶりっこで、ぶりっこでエンディングを締めます。ティアラチャンネル、はい、ということでみんなでガスアートゲームをしました。それでは皆さん期待してくださいよ。アリサちゃんの変顔です。え、ブリッコです。ブリッコです。とっても楽しかったから、みんなもやってみてね。